はい、ちょっと後ろにねもう結構ちらっと見えちゃってるんだけど、いろいろつきまして、そうですね、ちょっと結構パワーアップして、はい、パワーアップよ、本当に完全にどんな季節でも住めるようになりました。なりました。はい、結構ね3日間ぐらいかかったね、全作業なんだかんだかかったね、はい、まあ、それをちょっとギュッとしてるので、はい、ぜひご覧ください。で見て見て、ゆっくんがいない間に、すごいね、すごいよね、ダウンライトね。出ました。出たよ、イエーイ。最初にダウンライト接続してもらって、でその後につくかチェックして、ではめたって感じ。なるほどね。穴開けて、そう、じゃあもう開けたところのにカポッカポッってやった感じ、ね、そうで、じゃあここです、ベッドの時にパチッってやって消す、じゃあ俺ちょっとパチッってやってみる。いいよ。わー、おお、すげえ。もう一回いくよ、うわちょっと眩しい。すごいね。やっぱこんだけ。いや3つにしてよかったよね。よかったよかった。ちょうどいい。そう、1、2、3ってあるね。これいいね。ちょっと今明るいからもったいないんで消しとくけど。そうだね。でもいいね。そう、いいよね。うん、電気つくと。いい感じです。すごい、うん。ちょっとまだね途中なんだけど、まあまあ、つくようにはなりました。そうだね。はい。で今日はエアコン屋さん、エアコン取り付け屋さんが来るから、その前にこことかこことか、はいはい、コンセントでこれをつけたいんですよ。何？じゃーん。うわ、すごい。何これ？真鍮コンセントカバー。うわー、いいね。これ1個1000円ぐらい。あ、そうなの？うん。まあ普通のねプラスチックのやつよりもちろん高いけど、外のねドアノブとかも真鍮なんで、それにまあドアノブに合わせた形になりますね。え、これどうやってつけるの？これをこうやってつけるの？あ、そう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 。そう、こうやって。えー、やば。こう。すげえ。でも真ん中だね。これで OK。じゃああとはやってもらっていい？じゃ止めていきます。OK、うん、はい、できた。めっちゃ可愛いじゃん。かっこいい。かっこいい。いいね、真鍮ね。うん、真鍮はいいわ。よし、エアコン屋さん来ちゃうから、エアコンのあのカバーだけやろっか。OK、うん、これが選んだエアコンで、いや、いよいよエアコンがね、はい、オッケー。はい。いや、この色がね、すごい奇跡的な。そう、スカイブルーみたいな名前。空色みたいな名前。空色みたいな名前。そんななんかかっこいい感じじゃなかった気がするけど。可愛い感じだね。そう。でうちのだからボディとね。あ、でも大体一緒だね。ほぼ一緒じゃん。まあ、ほぼ一緒。ほぼ一緒。こっちの方がなんか明るい系。うん、確かに。じゃあつけよう。え、本当にそういう系なの？ん？あ、これ？こうやってつくはずでしょ？あ、違うか。そもそもさ、これ どういう、あ、これ下なんじゃない？この上だね。そうだね。あ、こうだ、こうこうこう。つけた？つく？いや、上からつけるんでいいの、これは。知らね。あ、ていうか、そこに説明書あるじゃん。あ、そう。ちょっと、パネルの取り付けあった。うん。あ、なんだ、あるじゃん。ね。上パネルを取り付ける。はい、上でした。やっぱ上なんだ。はい、上でした。真ん中の爪からって。はい、入れた。こっち側の爪。はい、入れた。はい、できた。OK。あ、できた。大丈夫だね、多分。大丈夫、大丈夫。できました。よし、かわいいね、やっぱね。かわいい。すげえ。じゃあこれを取り付けてもらいましょう。よし、うん、はい、よし、すごいね。ダダダダーン、ついたね。一応ね、この中の取り付けは、うん、さっきゆっくんがやってたからね。そう、うん、もうちゃんとやったよね。やってた、やってた、うん、手伝ってた。めっちゃいいよね。やばいね、これ。しかも外と一緒ですよ。そうで、さっきともう一個変わったところがあって、うん、今からこれをソーラーで動かそうとしてるっていうのはまだ言ってないじゃん。そうか、そうか。そう、上はソーラー、この前ザレクさんにつけてもらって、まあ、ゆっくんもちょっと手伝ったよね。どう、あのトラックの上は。いや、いいよ。怖い感じ。怖いは怖いね、やっぱ上を登るから、うん、
ャビンの上にね、乗って、一応この室外機に取り付けるっていうのを業者さんと一緒にやって、うん、で、こっちの配線どうなってるかを今から説明してもいいですか？よくいなかったじゃん。うん、これどうなってんの？まずソーラーがここからこう来て、これがソーラーのに繋がってるやつなの。へー。で、これがここに入ってて、うん、でこれがチャージコントローラーで、どれくらい今給電してますよとかが見れる、はいはい、で今この 2.1 アンペアこっちから給電してるみたいな感じらしい、見方が、うん、こうやっていっぱい切り替えられる。なるほどね。それでここからまたこれにつながって、これがこのバッテリーにつながってる。なるほどね。でこれ2つつながってて、これがこのインバーターにつながってる。うん。で、このインバーターがこれにつながって各コンセントとか照明に行ってるっていう、そういう感じです。でもやってもらったでもこれね、できそうだと思った。これ小学生でもできるキットじゃん。うん、確かに。こう順番通りつなげるだけだから。でね、これはね、やっぱ思ったけど音がね、うん、めちゃうるさい。インバーターのね、インバーターの音めちゃうるさいね、これね、うん、なんとかこう対策したいね。そうだ ね、まあでも外部電源も取り入れるので、まあね、まあね。でちょっと今日はここ閉めたらもうソーラーシステム完成なんで、うん、はい、はい、あ、すごい、なんかオッケー、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいね。やば、これで電気システム完成です。完成だね。もう完全に完成。ちょっと風景発生がやば、うん、私もやばい。じゃあエアコンつけよう。つけよう、つけよう。おお、開いた開いた開いたよ。あ、涼しい涼しい。 あ、涼しい涼しい。あ、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 これはいいわ。涼しい。これはいいわ、これはいいわ。照明もね、ついちゃいます。照明もついちゃう全部これ今ソーラーから充電してますから。え、これ電源が繋がってないからね。そう、すごい、ね、やばいね。やばい。このなんかスタイルかっこいいよね。ね、かっこいいよね、うん、これほんとおすすめ、ちょっと高いけど、うん、あとやっぱスリム、すごくスリム。あ、確かに。20センチなんだよ、これ幅が。そうかそうか。で、そんなの他にないから、うん、だいたいもうちょっとできる。キャンピングカーにつけるんだったらこれいいかもね。これめっちゃいいかもしれない、うん、コンパス、6畳用ですね。あ、気持ちいい。うん、あ、気持ちいいわ、これ。はい、ということで今回なんですけど、トラックキャンピングカー化計画、はい、進行中でございまして、記念すべき節目の電気が開通しまして、はい、エアコンがそうですねつきました、ね、なんで一応今んとこ このままで住めるようになりました。もう住めるよ、これ。もう住める、本当にもう住めます。電気もね、電気も、はい、電気もつくんで、はい、でこれしかもソーラーから。すごいよね、今ソーラーでエアコン動いてんだっていう。確かにやばい、行くね、普通にね、はい、全然動きました。で今回は、うん、まあ、あのいろいろ3日ぐらいかかったんですけど、はい、まあ、それもね、間は何かこう飛んだりとかして、ね、まあ、合計で3日ぐらいかなっていう感じなんですけど、はい、まあ、1日目がやっぱソーラーを天井に取り付けるっていう作業、はい、うん、まあ、これは大工さんにお願いして、はい、まあ、一緒に手伝いつつ、うん、しっかりやってもらったと。はい、室外機の方はちょっとまだ綺麗にしてないので、ね、うん、ちょっと後々公開できればと思うんですけど、はい、まあ、というのが1日目、ね、で2日目が配線。配線ね。でそれはまあ私たちがしたというよりは、私たちはこの天井の穴を開けただけで、ね、うん、あとはまあちょっと電気屋さんにお願いしたんですけど、電気は、まあ、ね、まあ、自分でやっちゃう人もいるかもしれないですけど、うん、まあ、基本的にはやっぱ電気工事士の方じゃないと電気はやっちゃいけないっていうのと、ね、あとは僕らもね、普通に素人なんで、うん、電気みたいなこうちょっと、そうだね、危ない系しっかりしたいところは、はい、まあ、大工さんもそうなんですけど、うん、あのプロの方にお願いしようっていうところで、はい、今回電気はやってもらいました。はい、で今日エアコンですよ。そう、エアコンです。で、うん、エアコンももちろん僕らだけじゃつけられないんで、うん、まあ、業者の方来ていただいて、はい、手伝いとかは手伝って、うん、はい、エアコンが結構こだわりで、はい、そもそもエアコンつけるかつけないか結構悩んだんですけど、悩んだまあ、でもね、こういうエアコンをつける 2,3 ヶ月のためにつける価値があるぐらいのエアコンを見つけて、うん、薄くてコンパクトでデザインが可愛くて、うちのトラックの色がぴったりっていう。そうね、まあ、厳密に言うと若干ちょっと違うんですけど、うん、まあ、とはいえね、やっぱこういうブルーグレーというか、うん、うちの外はあの、はい、世田谷ベースカラーという、うん、まあ、ちょっとブルーグレーっぽい色にしているので、うん、まあ、こういう色をちょっと室内にも取り入れたかったっていうので、はい、今回これを選びました、うん、で今後カ
ルを作っていくと思うんですけど、うん、まあ、その過程でもこういうちょっと色を入れつつ、うん、ちょっと室内をこれからパープできるかなと。そうですね、これでもう側はできたんで、本当に小屋としてはもう本当に成立してるので、夏はこれで、はい、まあ、冬もねだからいけるよね、これ暖房もつけるし、うん、そう。ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひぜひよろしくお願いします。この動画がいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしければお願いします。はい、ではまた。